皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。宝塚歌劇団の戦火スター、なぎなる海が10日、対談公演となる花組、ファンタジー・ホラ・ロマン、エンジェリック・ライ・レビュー・グロリア・ジュビリー、ジュビリーの兵庫、宝塚大劇場公演千秋楽を迎え、入団約21年半を過ごした本拠地に別れを告げた。写真、戦火のセオユリア元花組トップ、アスミリオから花束受け取るなぎなる海。 この日、本編み上げ縁後にはさよなら賞も上演。ショーは、全国ツアー初主演作から、なぎなのソロ、パッション・ダ・ムールで幕開け。情熱的な赤いサテン生地衣装で歌声を響かせた。新人公演初主演作、カサブランカ、カラは、グレーのダブルのスーツに着替えて、ミカゼ・マイラと、銀色の翼をデュエット。花組新トップとは着せ、あと、劇場、から 自由と抑制を歌い掛け合いも東上単独初主演作「乱了王」の「誰が大切か」もソロで披露したノーブルな個性を生かし薄紫色衣装に着替えても熱唱最後は花組生全員を迎えて歌い踊り締めたまた凪那と共に十秋と同期の綾木彦ことわらも対談する綾木はロミオとジュリエット からどうやって伝えようをそろで歌い上げた。ショーを終えると、最後の挨拶に臨んだ。大階段は清掃袴姿でおり、中腹で一礼。花組生が並ぶ両脇を見渡し、満面笑みを浮かべた。花束は、戦火から背尾ユリア同期からは元花組トップ、スミリオから贈られた。花束を手に、一呼吸置いて、なギナは気がつけば、 宝塚の存在が幼い頃から当たり前のようにずっとそばにいてくれました退団まで22年に及ぶ宝塚生活は人生の全てだったといい勇気を持っていろいろなことコツコツ挑戦し乗り越えてまいりましたと振り返ったそして最後に勇気を持って決断したことは退団ということでしたここまで情熱を持って愛した宝塚との別れ相当な勇気が必要でした ですすが今最高に幸せと言い切れます客席を見渡すように笑みを振りまき、こんな気持ちになれましたのも、たくさんの愛に他なりません。すべての方々に、最大の愛と感謝を込めまして、22年間本当にありがとうございましたと挨拶を締めた。一旦幕が閉じた後、複数回、カーテンコールに答え、永久期から言葉を求められると、なぎなは、まずは、ひと子ちゃん。 宝塚大劇場でのトップを広め、おめでとうございますと、と秋の本拠地を広め公演の千秋楽を祝福。今日は情緒を保つのが必死だったんですけど、今はとても清々しい思いですと晴れやかな表情で話した。戦火からのサヨナラ賞開催は、5年の初風緑、樹里先ほの例があるが、異例のケース。雪組トップから戦火へ移り、劇団理事も務めた轟々優、21年退団。 は大劇場作での対談ではなく本人の意向もあって行われなかった。なぎなは今後東京宝塚劇場公演の開幕を12月7日に控え東京公演千秋楽の来年1月19日付で対談する。渚なぎる海、渚なぎる海11月11日東京と生まれ3年入団、空組配属09年に月組エリザベートへ特別出演し、 男役ながらエリザベートに異例の抜擢同年「カサブランカ」で新人初主演10年「ジュシャント」でバウ初主演13年1月に月組移動14年「ザ・キングダム」大阪東京特別に主演ミアルリカとダブル15年「戦火どろき有主演「オイディプス」でもヒロイン16年9月戦火18年の花組「乱了王」で「 東城作単独初主演。23年には星組全国ツアーバレンシアの熱い花パッション・ダ・ムール・アゲインで星組トップ娘役ブク瞳を相手役に迎え全国ツアー初主演も務めた身長169センチ相性カチャエリカどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう